まだまだ続くよ。ザ・ペンギンズ・フロム・マダガスカル、ディズニーチャンネル。27日の土曜日はようこそ3つの新作の日本初放送をお祝いする特別放送。完璧。ディズニーチャンネルプレミアセレブレーション、最高にいいよ。スタートは夕方6時30分。まずはディズニー作品をテーマにしたお菓子作り対決、マジックベイクオフ発表するわね。今回のテーマはディセンダント。トロフィーを手にするのは、そしてその後は、今日は結婚式だよ。待望の続編がアニメーションで登場、ディセンダントロイヤルウェディング。人生の全てをあなたに捧げます。ラスト夜8時からはオリジナルムービー最新作スピン、すごい面白い。 DJ を夢見る少女とインドミュージックで盛り上がろう。準備 OK。 ディズニーチャンネルプレミアセレブレーション、27日土曜日夕方6時30分。ディズニーチャンネル、ディズニーチャンネルムービー、11月7日から4週連続でシマリス3兄弟が大活躍する映画を一挙放送。7日はなんとシマリスたちが大スターになっちゃった。アルビン歌うシマリス3兄弟、俺たちが誰に負けるって言うんだ。14日は可愛いライバル出現、アルビン2シマリスシマッピーズ VS シマペッツ。そして21日は無人島でピンチの連続、クモの毒だよ。アルビン3シマリスたちの大冒険。さらにいい作戦がある。動くんじゃない。28日はアメリカ横断の旅で大暴れ、アルビン4それいてシマリス大作戦。アルビン映画4作品一挙放送、11月7日から4週連続夜8時。出発だ。ディズニーチャンネルでダックファミリー大活躍。素晴らしい。スクルージおじさんに預けられたドナルドの甥っ子たち。おいしそうよ。9位。僕旅行が大好き。10位。これだ。これだよ。ルーイ。あとは任せて。一番悪い子はルーイ。最強の三つ子たちとドキドキの大冒険。それじゃ行こうか。ダックテイルズ、ご覧の時間で放送中。ディズニーチャンネル。またまた始まるよ。ザ・ペンギンズ・フロム・マダガスカル、ディズニーチャンネル。レナードの着る。この後は秘密部隊ペンギンズが今日も動物園の平和を守る。ザ・ペンギンズ・フロム・マダガスカル、この後すぐディズニーチャンネル。お腹空いてる？ウェディングケーキのサンプルが3つの店から届いたんだけど、この日を楽しみにしてた。もちろん一番楽しみなのはウェディングドレスだけど。ウェディングドレスに取り掛かるのはまだこれからでしょ。今日はケーキを決めないと。これってマル？だね。ちょっとやりすぎかも。それにベンがいない。でも美味しいかもよ。いまいちいいかな。犬のデュードでももっと美味しいの作れそう。次行く？お願い。わ、なんか変。気にしてた弁はちゃんと入ってるけど。食べてみようか。マルのおでこ美味しい。ココナッツのスポンジにメレンゲ入りのレモンバタークリーム。気絶しそう。弁の髪の毛もすごいよ。蜂蜜がふわふわで口の中で溶けちゃう。これ以上あるかな。素敵。いちごだ。初めてのデートで弁にもらったの。ああ、運命じゃない。味見してみよう。特製バニラビーンズ入りクラウドベリーケーキ。これが一番。クラウドベリーってなんだか知らないけど、この味なら何でもいける。リビー、ケーキはこれに決めた。賛成。やったね。あと決めるのはウェディングドレスだけよ。だね。今から待ち遠しい。ねえ、余ったケーキどうする？いい考えがある。おかわり。まだまだ続くよ。ザ・ペンギンズ・フロム・マダガスカル、ディズニーチャンネル。いらっしゃいませ。何名様でしょうか？4人です。ご案内します。ディズニーチャンネルオリジナルムービー。いい店だね。ありがとう。家族みんなでやってるの。彼女の夢はD
DJ になること。すごい面白い。でも私はいいの、家族みんなハッピーなら。家族のために帰らなきゃ。お店を手伝う日々。やっと帰ってきたか。パパ本当にごめんなさい。外出禁止だ。この店でこき使われるより青春を謳歌するべきでしょう。さあ音楽を探しに行って作り出すの。準備 OK。 最高のパフォーマンスで理想の自分に。自分のためよ、音楽を作りに来たの。オリジナルムービー最新作スピン、11月27日土曜日夜8時日本初放送。ここに宣言します。大好きな人たちの前で結婚したいよね。みんなに祝福され、今日は全ての瞬間を楽しんでほしい。ちょっと待ってよ。ついに訪れた。ありがとう。マルとベンの結婚式だが、未だに人を怖がらせちまうんだ。そんな、何しに来たわけ。ハデスの登場で自分を抑えきれなくてな。大変なことに。待望の続編がアニメーションで登場。ディセンダントロイヤルウェディング、27日土曜日夜7時30分から日本初放送。一生忘れないよ。粉々にしてやるぞ。今度の新エピソードは、君のパワーに触れた者は誰でも幼い頃憧れていた者に変身する。新たな悪の力で。力を貸して。ついにレディーバグの正体が。ミラクラスレディーバグ&シャノワール新エピソード、28日日�曜日朝10時30分。絶対に正体を知られないように。ついに正体を突き止めた。ディズニーチャンネル。カエルの世界にやってきたアン。ここってトイレある。元の世界に戻るための新たな冒険はピンチの連続。私はユナン将軍。新たな敵や新たな試練。でもあんたとのケリはついてないから。さらにサーシャのマヌテが。助けてお願い。どうも。不思議の国アンフィビア、土曜日と日曜日夕方5時、日曜日は新エピソード。またまた始まるよ。ザ・ペンギンズ・フロム・マダガスカル、ディズニーチャンネル。羊をめぐる問題。さあみんなで考えよう。